はい、新宿ボーカルスクール校長川上二郎です。ドッグブレスについて、ドッグブレスなんですが、なかなか早い、テンポ130ぐらいまで行くっていうのは難しいと思うんですね。でまずはその最初の段階、このこれが連続してできないよという人のためのヒントです。皆さん、普段の生活の中である、動作で説明しますと、机の上のものをってやる感じありますね。はい、お腹に手を当てて机の上になんかホコリがあるぞ、拭きます。拭いた後って自然とちょっと吸ってませんか？体で吸ってるんですよ。でまずはこれを連続でやってみます。はい、慣れてきたらばこれから口を開けて数方の息の音をなるべく出すようにやってみるとドッグブレスできると思います。チャレンジ。